藤谷蓮次郎です。1980年代傑作アルバム全曲紹介シリーズの第7弾、今日から始めていきたいと思います。第7弾始めていきます。で、その前にお願いをしておきます。チャンネル登録といいねの方をぜひお願いしたいと思います。この動画をご覧いただいている方はぜひともそういうチャンネル登録とかいいねを押していただけると私としては非常に励みになりますので、ここを励ますと思ってよろしくお願いします。それから今日紹介するアーティストに関して、なんか俺も言うことがあるぞという方はぜひコメントで寄せていただきたいんですが、それが速やかにすぐ伝わってくるためにもチャンネル登録といいねの方、まあいいねはあんまり関係ないか、チャンネル登録の方をしていただけると助かります。よろしくお願いします。それでは参ります。今まで1980年代傑作アルバム全曲紹介シリーズというのはなるべくロックとか歌謡曲とかいうふうにとらわれないで、わざといろんなものを混ぜてやってまいりました。第一シリーズとしては沢田研二さん、ジュリーさんの GS I Love You 取り上げました。第二シリーズとしては、これ意外に思われる方いらっしゃるかもしれませんが、実はこの YMO の細野晴臣さんが全面的にサウンドで参加しているイモキントリオさんのポテトボーイズナンバーワンを取り上げました。で、第3シリーズとしては私が最強のメロディーメーカーとずっと思ってます、セーブアワーソウル原田真嗣さんの1枚取り上げました。セーブアワーソウル、そのまま頭文字で SOS とも読むんですが、セーブアワーソウルの方を取り上げました。第4シリーズとしては大沢良幸さんのコンフュージョン、そして僕は途方に暮れるが含まれている、で、詩が銀色夏を、曲が大沢良幸で、編曲が大村正明で、歌うは大沢良幸というトリオの最高傑作とも言っていいアルバムです。コンフュージョン取り上げました。で、第5シリーズだけは曲数が多いんで、曲と語りと両方出てきちゃうんで、今でも取り上げていますが、田原俊彦さんのデビューアルバム田原俊彦、1980年のアイドルの登場というのをまさしく象徴する人物、トシちゃんさんです。今も取り上げております。この現時点でまだ続いております。コンフュージョンも終わりました。で、伊藤銀次さんのベイビーブルー、私の最も尊敬するアーティストの一人、伊藤銀次さんの傑作ベイビーブルー、これももう終わりましたが、取り上げてまいりました。これが第6シリーズ。そして第5シリーズのトシちゃんさんと並行して第7シリーズで取り上げるのは、途中までですけどね、トシちゃんさんの方が先終わりますけど、サザンオールスターズの綺麗というアルバムです。サザンオールスターズのサザンの綺麗というアルバムを第7シリーズとして取り上げさせてもらいます。1983年7月のアルバムです。こちらはですね、サザンさんのサザンオールスターズのキャリアでいうとこういう順番になります。アルバムでいうとヌードマン、これが5番目のオリジナルアルバムになります。で、6番目にこの綺麗です。で、7番目に人気者でいこうが入ります。で、まあ有名なのは実はこの人気者でいこうの方が有名だと思いますし、私がサザンさんのこのアルバムを聴くようになったのはこの前のヌードマン、筋肉質なお兄さんがこう海かなんかにスポーンと飛び込んでる、ヌードで飛び込んでるやつだと思うんですが、このアルバムがすごくいいというふうに、その当時僕中学生だと思うんですが、中学の先輩で、まあ、早熟な方がいらっしゃって、藤谷君聞くならサザンだよっていうふうに言ってくれて、いいかい藤谷君聞くならサザンだよっていうふうに言ってくれて、そんな穏やかな言い方してないですよね。藤谷お前聞くならサザンくらい聞かないといかんぞみたいなことを言ってたんで、あ、そうなのかなと思って、一回その彼が持ってるレコードから起こしたカセットテープを聞いて、あ、これかっこいいなと思ったんですけど、どうもまだ距離感があったんですね。でも、まあ綺麗というアルバムはなんか心惹かれるものがあって、レコード LP レコードとして買ったんです。で、それ聞いてみて、あ、サザン桑田佳祐さんってすごいじゃんって思った記憶があります。それはどういうことだったかということを私なりに分析したやつを入れますとですね、その前のヌードマンまでのサザンさんって結構下世話なというか、言い方変えるとお下劣な感じもありましたでしょ。今でもお下劣嫌いじゃないと思うんですが、桑田さん特に。ただそれってアメリカンなブルースロック、ブルースロックっていうのは
愛だ恋だという前に体のことがあるんだよみたいなところは一つの大きなテーマだったわけですよね。で、曲の中にも、愛しのフィートという曲があるように、あのリトルフィートに対してこう、まあ、オマージュを捧げてたりというところで、ローウェル長司かなさんに対してまあ、オマージュを捧げてたり、そういうアメリカンなブルースロックっていうのが強かったらしいんですけど、その中学生当時の僕がそんなことを分かるわけはないんですけど、ただなんか違うな、なんでこんなにオーゲレスな方向に行く必要があるのかな、女呼んでブギとかね、かっこいいなと思うけど、あれ歌うかねって思った記憶があります。ところがこの綺麗というアルバムは当時のブリティッシュバンド、特に MTV が世界的にわーっと流行ってたというか表に出てきた時ですから、その中で皆さんもご記憶だと思います。私と同じくらいの世代か、それちょっとしたくらいまでの方はご存知だと思いますが、MTV で、まあ、一番バカ当たりしたのはマイケル・ジャクソンのスリラーというのがありましたけど、イギリスのロックバンド、ルックスのいいお兄ちゃんたち結構いましてですね、デュラン・デュランとか、デュラン・デュランの弟分のカジャ・グーグー、それからリードボーカルのボーイ・ジョージが今でいう、こう、まあ、彼の場合はどうなんですかね、同性愛的なのか、あるいはドラッグクイーン的なもんなのかというのはよく分かりませんが、非常に綺麗な男性で女装した男性として出てきてたんですよね。で、彼らの大きな特徴はルックスも非常に引いててるブリティッシュバンドで、音の感じもやっぱりアメリカンブルースとはちょっと違うんですよね。その違い方というのを私なりにまとめてみると、音と歌詞の両面からまとめてみたんですが、こんなことが言えるのかなと素人なりにまとめたところです。音はその当時の綺麗な音へのアプローチ、すなわち、そのコンテンポラリーなというか、コンピューターも入ってるし、音として粒揃いの聞こえ方をしてて、まあやっぱりコンピューターの支配が強いのかな、でも演奏能力としてもすごくよく聞こえてきて、中に後で触れることもありますが、ギターの大森さんのソロがすごくいい聞こえ方をしてたりというふうに、ああすげえかっこいいな、いい音だなと、最初のシンセサイザーからしてちょっと普通じゃないですもんね。それがサザンの中で珍しいというか新しいアプローチなんだと知るほど、サザンの当時の僕は知らないんですが、最初のマチルダベイビーからして、あ、いいなと思った記憶があります。で、歌詞がですね、私自身が感じてたのは、東京の遊び人の大学生ね、この当時を共に生きた方はご存知ですよね、大学レジャーランドかなんてことを言われて、なんか遊びほうける大学生が多すぎるっていうことがしょっちゅう批判されてた時代だったでしょ。その感じの、まあ、やんちゃでいたずらな感じで、まあ、女好きな学生衆みたいなのを私は常にそのサザンさんには感じていたんですけど、勝手に感じてたんですが、これが結構センチメンタルでノスタルジックな学生に見えるようになった、このお下劣なとかお下品な感じの、恋愛とかこの体の部分も含めた歌い方じゃなくて、結構この綺麗というアルバムはセンチメンタルでノスタルジックな方向に流れていってる歌詞であります。で、その歌詞をもうちょっと言うと、もう A 面からしてこんな感じでまとめられると思うんですが、歌詞の広がりとしては RPG 的なというのはマチルダベイビーです。そもそもなんでここで要塞に立ち向かう一人の男というそんなヒーローものみたいな話になったのかなってみんな思うと思うんですが、こういうことを堂々と歌ってて、これでアルバムが始まるという目のつけどころの今から思うと速さすごいですよね、桑田さん。それから、女性同士の同性への愛、まあ、性愛を含めた愛情の思いみたいなところが赤い炎の女っていうのが出てきます。ちなみにこれ私のブログ、アメーバブログの方でもやらせていただいてますので、この曲に関しては思いの丈を書いておりますので、ぜひご覧ください。今回下にリンクを貼っておきますのでぜひご覧ください。それから売り買いの世界で遠慮して書きましたけど、そういうお仕事をする女性の思い、星降る夜のハロットというのがあります。中国残留孤児の人たちへの思いっていうのを書いた曲もあります。それから広田美恵子さん、
ジャパニーズダイアナ・ロスこと広田美恵子さんへの思いっていうのが出てくる。これで全部洋物とか社会的なもんで突っ走っちゃったら、むしろなんかえらい後期になっちゃったなと思うんだけども、ここで広田美恵子が出てくるところが桑田さん、サザンオールスターズというところの、まあ、器の大きさだと私は思うんですね。どれもいちいちこの歌詞どういうことだろうと、特にあの歌詞の中身がよくわからんというのが子どもの頃聞いたサザンオールスターズの大きな特徴だったんですが、今回もきちっと意味を結ぶ歌い方はしてないことが多いんですけど、それはそれですごくドラマが広がるような歌詞が多いというか、あの興味を持って聞くことができる世界観のある歌詞が多いなと思いました。で、演奏として先ほどちらっと言いましたけど、やっぱり大きなコンピューターサウンドが大々的に、あのドラムなんかでもシンセドラムになってたりするような音が聞こえてきます。それからサザンメンバーの演奏の味、僕らも言うまでもなくものすごく上手い人が何人かで、ギターでいうと大森さんが、まあ、今もう外れてますけど大森さん の、あのギタープレイの良さも感じます。それからリズムや曲調のバリエーションが豊富である。あの逆に言うと綺麗ってアルバムタイトルの中にあるように、それまでの、まあ、コンパノリの学生集みたいなのがほとんどなくなっているので、いろんな世界を表現できるようになる、なってるなと後からだと思います。その当時は一曲一曲面白いなと思って聴いてた、オースターズ純子のジャンゴかななんかもそうですけど、桑田さんのボーカルの魅力も言うまでもなく、あすげえなと、マチルダベイビーなんかあの熱で歌える人どこにこの世の中に他にいるのかな。マチルダベイビー、赤い炎の女なんていうのはもう桑田さんならではの歌唱になっています。で、まあシングルはそれでもあんまり綺麗というアルバムはそんなにサザンさんのサザンオールスターズさんのキャリアの中でも目立たないところにあるのは、シングルでいうとあのエマノンノーネームをひっくり返したエマノンの曲、これもおしゃれで、まあ、非常に、まあ、私にしては都会の気だるい朝、休日の朝を感じさせる曲、当時の中学生の私としてもませたことにそんなことを考えてたわけですね。しゃれた緑がお気に入りのなんていう歌詞がどうして出てくるんだろうという詩の意味での広がりもありますけど、これだけでそんなにバカ売れしたのはないんですね。人気者で行こうに行くとグッと売れてくるやつもありますけども、サザンオールスターズのアルバムで一般的な知名度はそういう意味で低いんですが、だがサザン好きにあっては特別な意味を持つアルバムであるということを私が勝手に言ってるだけじゃなくて、このサザン好きを自称する鈴木鈴木さん、私の尊敬する音楽評論家でもありますが、この方も言ってらっしゃって、前にも紹介したことはあるんですが、まあ この「綺麗」というアルバムについては、スズジーさんはこういうふうに書いてらっしゃいます。151ページ、サザンオールスターズ1978から1985という新潮新書の中のフレーズです。ちょっとご紹介します。151ページ、初期サザンを前編後編に分けるとすれば、初期のサザンをさらに前後に分けるとすれば、つまり初期サザンオールスターズのホッサマグナ、その分裂点というのはどこに、爆発点というのはどこかといえば、1982年と1983年の間ではないかと思う。ちょっとカッコのところにこの YouTube で言うとまずそうなフレーズがあるので一回飛ばしますね。それまでのサザンはこれまでに見たようにあっちに行ったりこっちに行ったり波乱万丈、なんとも賑やかだったのだが、83年以降ある落ち着きを見せる。その落ち着いたイメージのありようをより具体的に言い換えると別格感ということになる。音楽主義と下世話を両方通り抜けた末に獲得した別格感、周囲の音楽家とは異なる一段上のステージにまでたどり着いた別格感、その別格感はサザン桑田佳祐が現在に至るまで保持しているものだ、こういうふうに言われています。
でそういうイメージ作りに大きく貢献したのがこの年の7月に発売されるアルバム綺麗である。とてもよくできた作品で、個人的には初期サザンの中でこれまでに最もよく聴いたアルバムでもある。聴き飽きない、聴けば聴くほど愛着が増してくる作品だ。桑田自身もこう述べているというふうに、このスージーさんが言う聴き飽きない、聴けば聴くほど愛着が増すアルバムだということを、スージーさんだけじゃなく桑田さん本人の言葉からもありますよっていうところで紹介されています。そのように、当時小学校ではないな、さすがにもう中学生になってた私にとってサザンオールスターズという、バンドのアルバムを初めて買ったのはこの綺麗ですし、今に至るまでサザンさんはものすごいバンドに、国民バンドに進化しましたけど、私の中ではやはり綺麗というアルバムが一番こだわりのあるところでありますので、勝手に、決して音楽的な知識がある私ではないので、曲に関する印象を私の勝手で一曲一曲述べていきたいと思います。1980年代傑作アルバム全曲紹介シリーズは第、7番目のシリーズとしては、このサザンオールスターズ綺麗を次回から1曲ずつ取り上げてまいりますので、ぜひともご覧いただければと思います。チャンネル登録といいねの方をしていただけると私にとって励みになりますので、ぜひともよろしくお願いします。私のサザンのアルバム綺麗に対する思いの方を聞いていただければと思いますので、よろしくお願いします。それでは失礼します。